やっぱりね、昔のこう、建物ってこうとっても雰囲気があって素敵ですよね、本当。あ、なんかね、ちょうどそこ馬車が通っていきました、なんかね、昔の暖炉ってすごく素敵で、やっぱりね、こう重厚さが今のものとは全然違うんですよね。そう、ステンドグラスはね、なんかこう説明書きを読んだら、17世紀のこう音楽界の様子をこう表しているものだそうです。なんかね、このデルフト旧市街のこういう古いお家の中にいると、もうね、時が止まったような感じになるので、本当にね、いい感じです。あのね、今ね、学芸員の方がちょっといろいろと説明してくださって、この部屋は多分あのリビングだったということです。ちょっとね、比較的小さめの部屋なので、食卓ダイニングテーブルなのかなと思ったんですけど、でもこれね、リビングというより食堂っていう感じよね。さっきのあの学芸員の方、本当かなと、なんかね、ここも空いてるので、もう聞かなくても学芸員の方の方から近寄ってきて、こういろいろと説明してくださいます。あ、なんか見て、天井もすごい素敵、あのね、このお部屋は多分執務室のような雰囲気なんですけど、このお部屋ね、すごく面白くって、なんかね、こっち側がこう本棚になってるんですけど、この扉を開けるとこう二重扉、金属の二重扉になってて、これね、金庫なんですって、あの学芸員の方に教えていただいて、ちょっとね、中入るの怖いんですけど閉じ込められたらまず出れないっていう感じの、こういう、多分ね、昔ここに金塊を置いていたんじゃないかなっていう雰囲気の、あ、ここダメかも、閉所恐怖症結構ね、すごい、この扉も30センチぐらいこう厚さがある扉、ちょっと出よ、怖い。ここあのね、ここは昔のお手洗いということで、結構ね、広いんですけど、こういう感じになってます。そう、結構ね、明るい、あのよくあの他のお城とかもそうなんですけど、そう、昔の建物のお手洗いはだいたいこういう感じで、さすがね、こうデルフト駅、古いデルフト駅のタイルがこういう感じでこうあります。あれかしらね、昔ってこう女性ドレスとかこう着てるから広いのかも。あのね、この階段にある踊り場の椅子、昔この家にあの画家の方が住んでて、その方がね、作った椅子ということなんですけれども、これね、すごく細い、なんだろう、糸なんですかね、
多分こう寄り合わせた糸をこうやってこう刺繍、まあ、いわゆる刺繍ですよね、まあ、自由刺繍みたいな感じでこう止めてなんかこう模様を作っていった、ね、とってもこう繊細な雰囲気の模様でなんか素敵ですね。これなんかねこの部屋ベッドがあるんですけどこの説明書きによるとベッドルームではなくってここに貴重品を置いていたっていうなんかそういう感じのお部屋だそうです。なんかね、このお部屋もすごい素敵ですね。なんかここでチクチクしたらすごく気分が良さそうな感じのお部屋です。あのねこれね何かと思ったら刺繍ですね。本当あのスタンドこれすごい素敵なんですけどこういうのちょっとねアンティークショップで見たことないんですけど見たら買っちゃいますねきっと、ね、ここでチクチクして、まあ、さっき階段の踊り場にあったこの椅子ここで作ったみたいです。こういう感じでねこの椅子座っていいのかしら、うんここでチクチクしてたらでもあの学芸員の方に全体いろいろ質問されそう。あこれはねもうねテンション上がります。ね、ほんとこの刺繍スタンドも素敵ですね。これねこういう刺繍スタンドをアンティークショップに売ってないかしら。すごく欲しいかもっていうかあなた作れる？これすごい素敵、ね、あなたこれ作っちゃったら。あでもここのね楕円形難しいかも。これね多分このチャンネルご覧になってる方もちろん皆さん刺繍をなさると思うんですけれどもこれね欲しいですよね。もうすごくすごく素敵じゃないこの部屋。ここだったらもうね刺繍部屋にねここでレッスンできるね。とっても素敵なんですけどちょっともうこの部屋から出たくないかも。多分ねここで刺繍をしてても学芸員さん多分何にも言わないと思うんですけどやってみる？やめとこ。すごい素敵ね。隣の部屋でも行ってみる。ねえこういうでも刺繍台作ってほしいな。作れる？なんかこのね優雅な感じがいいの。このそうそうそう。ちょっとねここの刺繍の部屋からって勝手に名前つけちゃったんですけど外に出てみたいと思います。
ね、素敵、こんなお家が欲しい。ね、ここに住みたい。とちょっと横にいる夫に言ってます。ね、これ夏ね、これ天井もあるし、うん、いいよね、外地区 よくありません、うん、ここで。テラス一日しまわない。確かに。あのね、お庭に出てこう撮ってみましたけど、ここね、お庭からこう旧教会が見えるんですね。もう本当素敵ね、ここ住みたいかも。でもあれね、メンテナンスが大変ね。そう、あのオランダのお家って結構ね、メンテナンスが大変なんですよね。あの冬の間結構雨が多くて、だいたいね、一冬越すと結構窓枠のペンキとか結構傷むので、こう塗り直したりっていう感じで。でも素敵、でもここ住みたいかもね。こんなとこ住んだら絶対に家から出ない。あのね、この部屋でこう夫と二人のんびりしてたら、学芸員の方がコーヒーを持ってきてくださいました。いや、なんかあの博物館でこういうの初めてね。普通は大体この博物館の併設のこうカフェがあって、そこでまあお茶するっていう感じなんですけど、あ、ここなんか本当になんか自分の家って感じ。でね、今気づいたんですけど、あのここのテーブルのテーブルクロス、これね、手刺繍です。ちょっとこうあのドローンワークと、まあハーダンガーと、あとあのイタリア刺繍がこう混ざったような感じのこうステッチ。多分ね、このクロスもあのここでこうチクチクして刺したものなのかしらね、ってことにしておきましょう。もうね、これね、すごく素敵です、本当。もうこういう感じ。これね、多分もう本当これ40カウントどころじゃないですね。これなんだろう、かなりかなりね、こう細かいリネンでもね、すごい素敵。ちょっとついついね、裏側を見ちゃうのがこう多分刺繍をなさる方のこう皆さん共通、多分裏側見たいと思うんですけど、これね、裏側もね、とっても綺麗です。これ何のステッチ使ってるんだろう。これ多分ね、糸はアブローダーだと思うんですけど、相当細かいですね、これ。なんかね、あの結構こういう古い刺繍、まあ見かけることがあると、まあ、写真に撮ってこうデザインの参考にしたりするんですけど、これちょっとね、刺せそうな気がします。かなり細かいですね、でもこれ本当に。なんかもうコーヒー飲まないでずっとこうついついね、こう撮っちゃう。これ相当ね、時間かけて作ったと思うんですけど、結構ね、でもさっきね、コーヒーのシミ、多分ここでこう来た人がお茶をするので、ここにコーヒーのシミあったりするんですけど、でもね、こう日常使いっていうか、日常生活でこう使う感じ、すごいいいなと思います。でもね、こぼさないようにしないとね。
ちょっといただいていい？うん、あのね、今気づいたんですけど、こっち側のテーブルもこう手刺繍、ここはなんかレース編みっぽいんですけど手刺繍になってて、でね、ちょっとこの昔の新聞復刻版中開いてみるとこういう感じ、昔の手芸雑誌なのかな。